今日ね、西村君、僕一個だけ告白していい？うん。僕実はね、よいしょ。これをぎっくり腰になりまして。ついに、僕も一回なりましたからね、二回か。僕一回目ね、朝霞にある広瀬先生の整体で治ったんですよ。誰だよ。びっくり腰って、なんかみんなね、いろんな民間伝承とか温めたりとか、こうしたらいいよみたいなのがあって、全部聞かなかったのね。僕、整体人生で一度も行ったことがなかったんだけど、そのうちの彼女がそこに行ってて、何やっても聞かないと思うけど行ってみようと思って行ったら、その日に治った。マジで？で、お、すげえと思ったんだけど、そこね、もうないんだよね。広瀬先生ね、どこにいるか分かんないの。マジかよ。あのね、すげえ不器用な人で、コミュニケーションとか全然できないんだけど、別にあの、直してもらったから喋る必要ないから、僕全然構わなかったんだけど、で、一発で治ったから、もう二度と行かないじゃん。本当に優秀なんだけど、それは客増えねえわと思ったよね。だね。だって一回来たらもう直って終わっちゃうんだもんね、だって。整体の人通うとか言うじゃあ広瀬先生一発で直しちゃうからさ二度と行く必要ねえのよ。2回目なった時は、あのね、なんとなく直し方のコツを体が覚えてたから、あのどこも行かなくて直ったんだけど、それで、ね、3日4日かかったかな。まあそうだよね。でその時に広瀬先生知らないもう行方不明民間伝承の温めたらいいとかさ、なんかあのサポーターつけたらとかみんな言うけど、あれ全部嘘ですよ。え、何したらいいの？あの、直せる人が直したら一瞬で直せる。いやいや、だから、じじいの会話、じじいの会話だったわ、確かに。本当に、だから、ちょっと広瀬先生探しな。はい。